はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の分数式の計算丸2をお送りします。で、前回からねこれが始まって、でこれ2本目なんですけど、今回は足し算引き算ですね。前回は約分してとあと掛け算をやったんですが、今回は足し算引き算やっていきます。で、ポイントもなしです。特になくって問題を3問やっていく感じになりますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、問題確認してもらって分かんないのがあれば、今からね全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。まあ、じゃあ早速ね1番の方から問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、掛け算割り算、まあ前回割り算はね口で言っただけで なっちゃいましたけど、掛け算割り算の解き方と足し算引き算の解き方は全く別です。だからそこをはっきり分けて覚えてください、やり方としてはね。で、まずこの問題、 x-3 分の x-5 プラス x-3 分の 2x-4 です。で、もうねこう分数、もう下もさ x-3 とか式になってるし、もうめんどくさそうなんだよ見た目が。なんだけど根本的には小学校の時の知識を使うだけです。それがちょっと難しく書いてあるだけで、何かっていうと、例えば小学校の時にちょっとちっちゃくてごめんね、5分の2たす5分の1とか普通にやったでしょ。で、5分の2たす5分の1、はい、これどうなるかっていうと、これ5分の3じゃん。分数の足し算引き算っていうのは分母が揃ってれば分子を足すだけなんだよね。で、これもよく見ると分母が揃ってる、 x-3 って。で、分母が揃ってるからもうそのほぼ暗算です。これ分母はそのまんまだよね。5分の2たす5分の1は10分のってならないでしょ。5分ので同じなので、分母は同じ、5-3 分の分子だけ計算します。つまり 5x-5 プラス 2x-4 を足すだけ。ちょっと板書の関係で暗算しちゃいますけど、 x が 2x があるからこれ 3x で、-5 と -4 なんで -9 になります。で、よっしゃ簡単って言ってここで止めるとね、これ×食らいます。実はで、何が×かっていうと、分子は計算した後ちょっとチェックをする。で、何のチェックかっていうと、これですね、3でくくり出せるんです。上、つまり x-3 でしょ。3でくくり出すと3(x-3)閉じとなります。くくり出せるときはこうやってくくり出してきれいに書いてほしいんですけど、実はこれ分母 x-3、 分子に x-3 が出てくるんで、こうやって約分ができる。いい。なので残ってるのが下は1です。上は3しか残ってないから答えは1分の3なんで3となります。いいね。ここまで持ってこないと×を食らってしまうので、計算し終わった後にくくり出しとか、まあ、因数分解とかなんかできないかなっていうチェックをする癖をつけてください。で、こういうの引っ掛けてくるから学校の先生ね。で、次行きましょう。2番。で、次は x プラス4分の x マイナス x マイナス1分の2ってことで、分母が揃ってないんだよね。で、分母が揃ってないんだったら分母を通分するしかない、揃えに行くしかないと。で、どう揃えるかっていうと、これはですね、ちょっとここの問題と対比させてほしいんですけど、まず分母書いちゃいましょう。これね、こっちの x プラス4と右の x マイナス1を両方かけてしまいます。こうやってかけてしまう。で、なんでこんなことをするかっていうと、これも小学校の復習やっていこうか。例えば3分の1足すにしようか、足す2分の1を解こうとしたとき、これみんな6に通分するでしょ。で、6に通分するのは、これちゃんとした言い方じゃないけどね、これちゃんとした言い方じゃないけど、これとこれかけてるわけじゃん、今3と2を。だからこれとこれをかけてこうやって共通にしてしまう。いいね。で、この後の計算っていうのは、6に通分したらここが6でしょ、1にこの2をかけるからここが2に変わるじゃん。こっちもこれ6になって3かけてるから、こことここをかけて3になってる。これちょっとこれの説明をするためにこうやって今説明してますけど、だから同じようにここの x に下にもともとなかった x-1 をかけてあげる。で、どう書くかっていうと、 x(x-1) 閉じとなります。
これにここにもともとなかったこいつをかけてあげるんです。で次2、でもマイナスがあるからマイナス2って書く、忘れないようにね、マイナス2です。でこっちにもともとなかった x プラス4をここにかけてあげる。ちょっと足んなかったね。いいかな、ちょっと消しちゃうよ。であとは分子を計算していきます。上をね、でこれを書くと、下はねこれそのこれでいいです、わざわざ展開しなくていいからね。 x プラス 4x マイナス1分ので、今回ねここちょっと板書の量を取るので、これ暗算していいですか。 x2 乗マイナス x マイナス2を分配するとマイナス 2x マイナス8となります。全部開くとね。でそれを計算して、2乗1個しかないからね、 x2 乗でマイナス x とマイナス 2x だからマイナス 3x でここを配ってマイナス8となります。でさっきも言ったように、計算し終わったらくくり出しとか因数分解できないかなってチェックをする、必ず。で x2 乗マイナス 3x マイナス8、これね因数分解できないんです。だからこれで OK、 答えとして、いいかい、これが答えになります。といったやり方、まず分母が揃ってれば普通に足すだけで、分母が揃ってなければこうやってかけてくっつけてしまう、で足りなかったものをそれぞれにかけて計算をすると。じゃあ3番、 x2 乗プラス x マイナス2分の x プラス8プラス x2 乗マイナス x 分の x マイナス4と、よっしゃ同じようにやって、こことこれをくっつけてやっていけばいいかという感じもするんですけど、ここ一回ちょっとストップです、止まります。でこれはですね、さっきと同じようにやってもいいんですが、ちょっと工夫をする。どう工夫をするかっていうと、これねさっきと同じようにやったら、こことここ分母かけるでしょ、その後にこういった感じにするから x プラス8とこれをかける、 x マイナス4とこれをかけることになります。でもそうはいかない。で何するかっていうと、まず分母をチェックしてくくり出し、もしくは因数分解できないかをチェックしてください。でできるんです、今回両方とも。さっきはねできないんだよ、 x プラス4も x マイナス1も、だからそのままやってよかった。でも今回はここが因数分解できるのでまずします。であとね、ちゃんと書いた方がいいんだけど、足りなくなりそうなんでここに書くね。まずこの x2 乗プラス x マイナス2すると、 x プラス2と x マイナス1になるね。これ下のね、因数分解すると。でこれちょっと消しちゃうね、これに変わりました。で右側これ x でくくり出せるので x と x マイナス1になります、消しちゃいます。で何が起こるかっていうと、これよく見るとね、 x マイナス1が両方に共通してるんです、こうやって。で共通してるときはわざわざ2個書かなくていいんです。で先に結論から言うと、これどっちに行こっかな、ちょっと待ってね、板書的にはこう言ってこっち行って、ちょっと長くなっちゃいますけど、イコールまず x でしょ、順番はねいいんですけど、まあ、x 書きます。で x プラス2書きます。次さっきと同じ発想だったら、x と x プラス2と x マイナス1と x マイナス1を書かなきゃいけない、全部4つ。でも今 x 書いて x プラス2を書きました、 x マイナス1は共通なんで2個書かなくていい、1個だけでいい、こうやって。これが分母になります。でなんでこんなことが起こるかっていうと、まあこれもねまた小学校の時の復習になっちゃいますが、例えば6分の1たす4分の1をやろうとします。でこれ何に通分する ?24 っていかないよね、 6424 っていかないはずなの。何にするか、これ12分のに行くはずなんです。いい？でなんで12分のかっていうと、これと同じように考えるんだったら、これ 6×2 に分解します。まあ同じような感じで分解してるね、ホニャララ×ホニャララに。で4も 2×2 に分解します。さっきと同じようにやるんだったら2が共通なんです、ここだから 3×2×2×2 ではなくって、ここの3ここの2だから 3×2 でしょ、
で、2が共通だから1個でいいんだよ。で、1個だけかけると 3×2×2、 つまり12なんです。共通のものは2回かけなくていい。だから同じように考えてこうなります。いいのが楽なの、すごく。で、こうなるから、じゃあ分子どうなるか、ここも注意します。ちょっと長くなるかな。まずここに x プラス8があるでしょ。 x プラス8で、考え方としてはもともとあったこれを分母これに変えたんです。何が足りないものか、何を足してしまったのか、かけてしまったのかって考えると、これに余計に x をかけたでしょ。だから同じように x プラス8に x をかけます。で、本当はこう前に書くべきだったね、ごめん、こっちに書いてあるね。 x 余計にかけたものをかけてあげる。で、次プラスです。プラス x マイナス4を先書いちゃいましょう。 x マイナス4もともといる。で、ここに何を余計にかけたかっていうと、 x プラス2がなかったんだよね。で、かけてしまった。だから分子にも x プラス2を余計にかけてあげてください。こうやってやるんです。何がもともとなかったのか、何を余計にかけたのかを考えてくれればいい。で、ちょっと消すね、ここね。さあさあさあ、入るかすげえ心配になってきたけど。で、ちょっとごめんね、変な書き方するけど上に上げるよ。イコールで計算すると、分母そのまま xx プラス 2x マイナス1合ってるね。で、これ分子ここも暗算して、いや、書こうか、ちゃんと x を配ると x2 乗プラス 8x です。左側ね、ここで、右側これ普通に展開するとプラス x2 乗マイナス 2x マイナス8となります。で、板書はどのぐらいかかるかな。いいか、ちょっとごめん、こっち行くよ。XX プラス 2X マイナス1と。で、計算すると 2X2 乗プラス 6X あってば、マイナス8か。さあ、で、ここで終わらない。くくり出し、もしくは因数分解できるのは絶対しなきゃいけないので、これ上をまず、これすごい変な感じするよね、申し訳ない。こっちに下げて2でくくり出そうか。上2でくくり出すと、これ今全部書いてるけど暗算できる子いいからね、やっちゃって。で、2でくくり出して x2 乗プラス 3x マイナス4で、ここがまた因数分解できないかチェックしなきゃいけない。これできるよね。だからこの分母をいっぱい書かないぐらいの辛いな。 x-1 で2括弧、この部分因数分解すると x プラス4と x-1 かで、何が起こるかって x-1 共通してるんだよね、上下だから、約分で消すことができる。で、残ったのが答えなので、入るかな。これわざわざ展開しなくていいからね、さっきと同じく x プラス2分の残ってるのが2括弧 x プラス4よいしょ、これが答えになります。いいかな。まあこんな感じでやることは基本的に同じなんだけど、まず下が揃ってれば、まあ計算すればいい。で、分母が別にね、こう因数分解できるものでなければ、こうやってくっつけて考えれば大丈夫です。で、こうやって分母が因数分解できるときは、ほぼほぼこうやって共通なのが現れるから、で、現れたときはこういう感じで、ぜひ解いてみてください。では、今回もね、ここはね、まず、間違った、締め方間違ったね。今回は高校数学数2の分数式の計算2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、まだまだ続きます。次も3番はね、また違うタイプの問題を解いていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。